ふと目の前の大きなビルが目に、誰かいる。目に入った。山口さん？いつの間にか男が一人立っている。さっき外階段に出てきた時はいなかったはずだ。男は手すりに体を預けているようで、まるでこちらを覗き込むような姿勢だ。落ちちゃわない。大丈夫？孤独な残業だったが、仲間を見つけたようで嬉しかった。喜んでる場合じゃないよ。俺は男の様子を見ていた。背格好、あの姿勢。男を見れば見るほど、俺はどこか違和感を感じた。どこかで見たことがあるような。ずっと前にもあんな風に立つ男を見たことがある気がする。一人の名前が頭に浮かぶ。山口さん、そうだよね。手振ってる。男はそれに気づいたように、すっと手を挙げた。さらに振ってる。山口さんだ。男は挙げた手を振っている。まるで、おーいと呼んでいるようだ。まさか、山口さんのはずはない。どうなの？仲間なの？味方なの？殺しに来るの？どうなの？俺が反応を迷っている間も、男はゆっくりと手を振り続けている。どうしよう。いやでも、友好的にさ、お手手振ってくれてるんだから、返そう。手を振ります。なんとなく答えないのも悪い気がした。俺は手を挙げ、大きく3度振り返した。見知らぬ男同士が手を振り合う光景は、なんとなくおかしい。俺が手を振ると、男は満足したように手を下ろした。山口さん。ほら、山口さんだよ。遠くにはいるが、男が笑顔になっていることがわかる。変な男だ。首筋にぞくりと、悪寒を感じた。なんだか寒くなってきた。風に当たって体調を崩さないようにしないと。俺は残った缶コーヒーを煽り、オフィスに戻ることにした。鍵が閉まってる？え？開かない。オフィスに通じるドアが開かなくなっている。外に閉じ込められたってこと？力いっぱい開けようとしたが、開かない。オートロックってことはないよね。頭から血の毛がさーっと引いていく音がした。スマホも財布も机の上だ。嘘だろ？ただのオートロックだったってこと？めちゃくちゃにドアノブを回してみる。やはり開かない。最悪だ。お化けの仕業じゃなくて、普通にミスをしちゃったってことか。これじゃあ資料が作れないどころか、トイレすら行けない。確かにそうだよね。音量に襲われたんではなくても、リアルにピンチだね。そもそも、なぜ閉まったんだ？オフィスには俺しかいなかったのに。管理人なのが見回りで施錠してしまったのだろうか。オートロックじゃない。そんなはずはない。夜中の見回りを行うほど大きなオフィスではないのだ。仮に今日たまたま見回りがあったとしても、これだけ静かな状況なら鍵をかける音で気づいたはずだ。やっぱり音量が、そうだ、下の階なら。俺はこのビルの最上階4階にいた。下に3階分のテナントが入っているはず。そのどれかが空いていれば、とりあえず外には出られる。または1階まで降りて玄関につながるドアが空いていれば。まだ望みは絶たれてないね。俺は祈るような気持ちで外階段を降りることにした。俺の足音だけが響き渡る。が、一つ目の踊り場を過ぎたところで絶望した。3階の外階段にはロッカーや段ボールがいくつも置かれ、それ以上下の階には進めなくなっていた。これを移動させて通るのは現実的ではない。なんとか登ったりできないのかな？どうしよう。誰にも連絡できず、一人きりで朝までここにいなければならない。資料も完成。それが一番重要だよね。残業で残ってるんだもん。絶望だ。なんとなくめまいがする。それに、さっきよりも一層寒い。冬なのかな。夏だというのに？ショックのあまり体調を崩したのだろうか。音量のせいでは？その時、ふと視線を感じた。向かいのビルからだ。助けてもらえるかな？ビルの方を見上げると、
さっきより、増えてる？さっきよりも少し人が増えたようだった。こんな夜中に？あ、ほんとだ、増えてる！3人もいる？なんでなんで？時間は24時を過ぎている。もっと増え、向かいのビルにどんどん人が増える。これ全部幽霊ってこと？密、密、密です。みるみるうちに何十人という人が集まっていた。全身から冷たい汗が噴き出した。体が動かない。その時、なぜだか、見えるはずのない向かいのビルの人々が、満面の笑みを浮かべていることが分かった。余計に怖い。なんで？人々から目を離すことができない。俺の意志に反し、足だけが階段を上り始めた。操られてるの？なんで？操り人形のように足が階段を上る。4階に着くと足が一人でに手すりの上に乗った。田島さん！やば！飛び降りさせられちゃった。バッドエンド1。何も悪いことしてないのに。あ、でも山口さんの警告を無視して外階段に出ちゃったよね。あの幽霊はみんな飛び降りした人たちなの？よし、じゃあ手を振らない。無視する形になって怒らないかな。まだ手振ってるよ。男はいつまでも手を振っている。執拗に手を振り続ける男を見ていると、なんとなく気味の悪さを感じた。この男は一体何のために？とにかく関わらない方が無難だろう。俺がオフィスに戻ろうとした時だった。ふと下の階から上がってくる。今度は下から上がってくる足音が聞こえた。時間は深夜、こんな時間に一体誰が。山口さんはだって向かいのビルに今いたよね。違うし、山口さんでいらっしゃる。カタカナじゃないね。おう、田島か。久しぶりだな。山口さんだった。なんで？こんな時間にこんな場所で会うなんて。山口さんは4階まで登ると、笑顔で俺の肩を叩いた。ちょっと忘れ物取りに来たんだ。そうなんですか？でもなんで社員証をかけてるの？もう退職したよね。山口さんは以前と何も変わらない。でもこんな夜中に？なかなか日中に来られなくてな。ああ、そうか。でもまあ、そういうこともあるかもしれない。田島くん、なぜだか俺は納得してしまった。まあでも信頼してる先輩だったもんね。ふと向かいのビルを見ると、あ、いない、いない。さっきまでいた男はいなくなっていた。手を振ったのに無視したからここまで会いに来たんじゃないの？怒ってるよね。俺は山口さんと共にオフィスに戻ってきた。資料作ってんのか？俺もよくやらされたな。俺以外やる人がいなくって。まあな、面倒だもんな。早く昇進して、全社残業禁止にしたいです。辛いんで。あ、山口さんの資料を読んだ後だよね。口が止めどなく出てくる。山口さんはじっと話を聞いていた。じゃあ、俺が手伝ってやるよ。今回は優しい山口さんってこと？本当ですか？予想外の提案に驚いた。願ってもないことだ。ありがとうございます。お願いします。山口さんは穏やかに笑った。ずっと笑ってるけど、頼ってもいいの？朝になっても生きてる。スマホのアラームが鳴る。あ、あれ？朝？はっと顔を上げると、そこは朝のオフィスだった。うっかり寝てしまったようだ。資料は？そんな、資料は？慌てて PC のスリープを解除する。資料ができないまま朝を迎えてしまうなんて。あ、寝ちゃったの途中で。あれ？できてる！山口さん！
資料は完璧にできていた。まるで山口さんの資料みたいに。そうだ、思い出した。昨日山口さんがここに来て、昨夜のことを思い出した途端、背中に冷たいものが走った。違う。そうだ。山口さんは、え？山口さんは退職後すぐに亡くなったのだ。亡くなってた。突然死だと聞いた。自宅の机に向かったまま亡くなっているのが発見されたのだ。家でも仕事してる人だったのかな。噂で聞いただけだったが、社内で知らない者はいない。そんな山口さんが手伝いに来てくれた。当時ショックを受ける社員も多く、俺もその一人だった。山口さんはみんなに慕われていたから。なのになぜ昨夜俺はそのことを忘れていたのだろう。亡くなった後も後輩のことが心配で見に来てくれたのかな。その日の営業会議でのプレゼンは驚くほどうまくいった。まるで事前に役員や上司のツッコミを知っていたかのように、資料の中には全ての答えがあった。山口さんすごいね。スーパーマンだったんだね。俺はそれに少し自分の意見を乗せて話せばよかった。まるで山口みたいだな。部長がぼそりとそう言った。あ、みんなわかるんだね。その日以来、俺の仕事はすべてうまくいった。すごい。忙しさ、責任と比例して年収が上がっていく。充実していた。山口さんが手伝ってくれたことで能力も引き継いだってこと？それともやる気が出たのかな？そんなある日、部下のミスを返上するため、久しぶりに残業することとなった。夜中の2時、部下を先に返し、オフィスには俺一人だ。もうここまで続いたらクライマックス感あるよね。仕事のことを考えるか、外階段のこと。もう下は山口さんだよね。じゃあちょっと山口さんは最後に撮っておこうかな。ねえ、グッドエンドとかいけるんじゃない？じゃあまず仕事のことを考えましょう。